失礼日本からの留学生というのは君だなそれ遠坂ですよそっちは知っている私が言っているのは君のことだ日本の冬木から来たのだろう見たところ魔術師向きではない大方儀式に巻き込まれた一般人が抜け出す機会を見失ったというところか理解に苦しむな せっかく厄介な戦いから生き延びたというのに君は何のために時計塔に来た何のために魔術を学ぶそうですねここに来て多くのことを知っていろいろと迷ってばかりなんですけど俺は自分が信じたものを信じたいそのために自分の人生を使いたいんです具体的にはその 馬鹿らしいと自覚していますけど俺はなりたいんです正義の味方ってやつになるほどバカげた話だが笑い話でもない。